業界ウォッチバスターズ赤猫団白犬隊やっていきましょう。なんか電話が鳴ってるからどこで鳴ってんのかなと思って全然分かんなかったんですけど、ここですね。ほのぼのがいる場所、ちょっと出てみようか。もしもし、お母さん早く帰ってきてよ。約束の時間に遅れちゃうじゃん。あれ電話つながってない？はあ、またふみちゃんにがっかりされちゃうよ。あ、ケイタくんか、もしかしてこれ。お、落ちこぼれバスターズ奮闘記が受けられるようになった。あ、じゃあやっていこうか。うん、これ多分あれで、ケイタくんとふみちゃんが出てくるミッションかな。これだ。目的、とある友達のために大活躍、元落ちこぼれバスターズの少し昔の お話、とある人間の友達のための大活躍、やっていこう。ん、始まった。ケイタから電話がかかってきたにゃ。あら、やっぱケイタくんだったんだね、さっきの。あの声は間違いなくケイタくんでした。ケイタ、私のご主人である人間の男の子で、ジバニャンの友達なんです。ここに人間からの電話がかかってくるはずないぞ。細かいことはいいにゃん。ケイタはなんて言ってたにゃ。ふみちゃんにがっかりされちゃうとか言ってましたね。前にもそんなことがあった気がするよね。あの時はウィスパーのせいでひどい目にあったじゃん。いや、多すぎてわかんないよ結構ケイタくん、ふみちゃんにがっかりされてるよね、アニメでも。無理ウィス、そんなことありましたっけ。やれやれだわ。ブリー隊長がここに来る前の話よね。ウィスパーが自分が隊長だって言い張っていた頃の。お、始まった。だからフミちゃんにいいとこ見せたいんだって。なんかいい感じにしてくれる妖怪とかいないの。いや、ドラえもんじゃないんだからさ、そんなの無理だよ。いい感じにしてくれる妖怪ってどんな妖怪にゃん。お任せください。できる妖怪羊である私がいい感じにしてくれる妖怪をお連れいたしましょう。本当ありがとう、ウィスパー。全然頼りにならないんですけど、妖怪の名前もろくにちょっと言えないね、ウィスパーが。そうと決まればフミちゃんを探さなきゃ。いい感じにしてくれる妖怪ってなんだろう。モテマクールとか。あんなこと言っちゃって一体どうする気にゃん。どうするも何も。あ、やっぱ何も考えなしに言っちゃったな。バスターズ出動でおいっす。なんで俺っちまでやらなきゃいけないにゃん。後でチョコボをあげますからそういうことなら仕方がないにゃんね。始まった。あ、始まったけどどうすればいいんだよ。行きますよ。ケイタくんの願いを叶えるため、いい感じにしてくれそうな妖怪を探すのでウィス。なるほど。とりあえず妖怪たちを片っ端からやっつけていって、いい感じにしてくれるような妖怪が友達になってくれるのをちょっと待つみたいな、そんな感じ。特別な妖怪とかいないもんな。そうだよな。確実にモテモテんとか。あ、これじゃない。おならず者。いや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 、絶対嫌われちゃうでしょ、ふみちゃんに。いい感じにできねえだろ。はいはい。あ、まあでもメダルゲット。おならが出やすくなるだけだよね、きっと。おならず者をゲットでウィス。まあ絶対あいつは役に立たないあ、これだ。やめた方がいいと思うにゃん。あららら、仲間になってくれなかった。行きますよ。いや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 、ケイタ君の元に行こうって言ってるけど、ウィスパー絶対違うと思うんだけど。うわー、ダメだ。もう時間カウントダウン始まってるから戻らないとダメだ、強制的に。いや絶対違うと思うんだけど、うん、ちょっと無視していこう。結構時間厳しいよね。うん、
戻ってきた。あ、ケイタくん、ふみちゃん、偶然だね。待ってたくせに。今です、おならず者、やっちゃってください。マジでこの状態でやるのか。本当にやっちゃっていいのかにゃ。とんでもないことになりそうなんだけど。ぷぷー、おいらに任せろ。お、あ、二人に取り付いた。どうかしたの？ふみちゃん、あのさ、あ、ケイタくん、今のもしかして、あ、俺じゃないよ。ふーん。最悪じゃんこれ。想像できたけど。あ、また。違うって。でもふみちゃんにも取り付いてるから、ふみちゃんだって。あ、ふみちゃんのおならはハートなんだね。今のはあの、ケイタくんのバカ、嫌われちゃったじゃん。最悪じゃんこれ。そんなことがあったのか。あの日は大変でした。全部ウィスパーのせいにゃん。ウケる。結果はあれだが、誰かのために頑張ることはいいことだ。その通りでウィス。開き直るなよ。しかし結果を出すにはもっと特訓が必要だ。無理。なんでこうなるにゃん。あ、これでおしまいなんだね。あ、また電話が鳴ってる。これもしかしてモテモテンを仲間にしていたらまた結果が違ってたんだろうね、きっと。うん。で、またどっかで電話鳴ってんすけど、どこだろう。さすがにここじゃねえか。談話室。あ、またここで電話鳴ってるから、じゃあ次回電話出てみましょうね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。